ご視聴ありがとうございます。今回は群馬県桐生市の鳴神山を源流とする川内町の中央を南北に流れる山田川の左岸に位置し、起源は奈良時代頃とされる1200年近い歴史を持つ古社で、白滝神社のご祭神は天八千姫の御事と合祀した白滝姫の二柱を祀り、境内には降臨石と呼ばれる巨大な岩倉やヒノキと欅の巨大な御神木が見る者を圧倒します。そんな隠れたパワースポット白滝神社と山田川の対岸にある床もみじの名所を巡ります。はじめに桐生市は群馬県の南東部に位置していて、古くから絹織物を産する企業都市で、桐生織は京都西陣の西陣織と並び称されました。市内に多くの産業遺産があり、桐生織物会館旧館を含む6件の日本遺産や130件以上の国指定有形文化財が残されていて、また群馬県東部地域の太田市、館林市とともに東毛地方拠点都市地域の中心都市に指定されています。上毛かるたで桐生は日本の旗所と読まれるなど、奈良時代から絹織物の産地として知られ、川内町にある白滝神社にはこの地に旗織を伝えたと言われる白滝姫が祀られており、上毛かるたの絵札には白滝姫が旗織をする姿が書かれています。両毛企業地帯の中心都市であり、繊維工業の製造品出荷額は群馬県や栃木県の市町村で最も高く、関東最大級の繊維産地となっていて、白滝神社は日本遺産、かかあ殿下、群馬の絹物語の構成文化財の一つとなっています。参道の石段を登ると、向かって左の北側に高輪石と呼ばれる大岩が鎮座し、昔は耳を当てるとその中から旗織の音が聞こえていましたが、心得者が雪駄を履いて上がってしまい、それからは旗織の音が止まってしまったとの言い伝えが残ります。白滝神社の境内は北から市の指定無形民俗文化財白滝神社大々神楽を奉納する神楽殿、中央に原江戸の拝殿と本殿、社務所が配されていて、南西の長渦屋の天井には龍が描かれています。社殿の背後には御神木である樹齢約300年と伝えられる白滝神社の大欅がそびえ、明治元年に白滝宮から白滝神社と社号を改称し、現在の社殿が氏子により建立されました。御祭神の白滝姫は横萩右大神豊成公の二女として、奈良時代中期の天平宝治年間西暦757年から764年に京都においてお生まれになり、右大臣の娘という高貴な肩書きに長じて御所に白滝の妃と称して官女として奉仕しておりました。そんな折に神津家の国の山田郡三田山里の住人山田舎人が軍役として1年の間京都御所に奉仕するために来ていました。山田は低い身分でありながらも和歌の素養がありました。当時は歌合わせなどの文学が盛んであり、しばしばお歌の会が催されて、数々の英臣の中に数々の白滝の前に対する思い、山田の英臣には相互の死母の念が現れました。このことが帝の耳に達して、御前での歌合わせで山田が勝てば結婚を許されることとなります。そして見事な山田の変化に帝は身分の違う二人の結婚を許されました。白滝姫の歌は照り続き、山田の稲の枯れ果てて、何を種とて命つくらん。山田舎人の変化は照り続き、山田の稲の枯れなば落ちて助けよ白滝の水。山田のふるさと三田山郷岩本には希望に燃えた二人の姿がありました。白滝姫は宮中で覚えた養蚕製糸機織りの号を里人に教えることで村は栄え、土地の産業としての礎となり、後に朝廷に絹織物を献上するほどになりました。これが白滝姫伝説として語り継がれ、やがて富岡製糸場が世界遺産となる礎となります。この時に山田舎人が白滝姫をめとることがなければ、群馬や秩父の養蚕業も起こらず、桐生が発展することもありませんでした。そんな関東の養蚕業の始まりの地がここ白滝神社であり、白滝姫こそが今の関東の発展を作った女神様です。そして白滝姫と共に祀られるのが天八千姫の御事です。日本神話において大変重要な女神であり、古事記では万畑豊秋津氏姫の御事、日本書紀の本文では宅畑千姫万畑姫の御事や天万畑姫の御事などと呼ばれ、神名の万畑は多くの不白、豊は多く、秋津をトンボの羽のように薄い上質なものと解し、
名義は多くの不白で、多くのトンボの羽のように薄い上質なものを作る義士を意味すると考えられています。古事記と日本書紀では高結びの娘として記されていて、また日本書紀の一書では思い金の妹であり、第六の一書ではまた曰くとして天孫ニニギの御事を生んだともされる女神であります。ニニギの御事は初代天皇神武天皇の曽祖父にあたります。白滝神社は京の都から織物技術を伝えた白滝姫と、日本で最初に絹織物の技術を持った女神雨の矢父姫の二柱の神様を祀る神社で、群馬の宝物として群馬絹遺産に登録されています。都から桐生に移り住んだ白滝姫は製紙や織物の技術を広めて、桐生の織物が広く知られるようになったため祀られるようになりました。また身分の差を乗り越えて夫婦となったことから、縁結びの御利益があるとも言われて広く信仰されています。ある意味現在関東地方に住んでいるあなたのご先祖様が、そこに住んでいたのも白滝神社のご祭神白滝姫がいてこその結果であり、関東に住むすべての人の産ぶすかみは白滝姫とも言えます。日本遺産の説明版には加賀殿下群馬の絹物語と書かれ、古くから絹産業の盛んな上州では女性が養蚕、製紙、織物で家計を支え、近代になると製紙工女や織手としてますます女性が活躍しました。夫たちは俺の加賀は天下一と呼び、これが加賀殿下として上州名物になるとともに、現代では内外に活躍する女性像の代名詞ともなっています。上州が群馬県と名前が変わる頃、絹が主要な輸出品として外貨獲得の切り札となると、県内の養蚕、製紙、織物はますます盛んになります。明治の文豪徳富蘆花は当時の群馬県の様子を絹緒と製紙の煙、桑の海と呼んでいます。日本製の生糸が世界を席巻する中で、また絹織物も発展していきました。桐生は江戸時代から西の西陣、東の桐生と言われるように高級な絹の織物産地として知られ、この桐生を支えたのも職工と呼ばれた周辺の村から集まった女たちであり、織物を伝えた白滝姫を祀る白滝神社には多くの職工が織物の上達を願ってお参りしました。彼女たちが奉納した額も残っています。明治に入るとノコギリ屋根が特徴的な織物工場が数多く建てられて、さらにその中で多くの女たちが織手として活躍しました。それらの製織技術は現在に受け継がれています。最後に群馬県白滝神社でググると伊勢崎市の御嶽山白龍神社が出てきてしまいます。もちろん神仏集合が色濃く残る伊勢崎市の白龍神社も素晴らしいのですが、桐生市の白滝神社も神社が好きな方に参拝してほしい一社としておすすめします。車で約1分、山田川を挟んだ向かい側には関東では貴重な床もみじが楽しめる宝徳寺があり、多くの方が詣でています。宝徳寺から歩いても白滝神社は 2、3分、関八州と呼ばれ、京の都から見て箱根の関所より北の田舎とされた関東が日本の中心となるきっかけとなった神社で、今の関東の繁栄はここから始まりました。関東の歴史を語る上で本来最も大切な神社、それが白滝神社です。美しい紅葉が楽しめる宝徳寺の映像でこの動画を締めたいと思います。紅葉の最盛期を少し過ぎてしまっていますが、それでもなお美しいもみじをお楽しみください。